おはようございます。森口でございます。今日もよろしくお願いいたします。今日は8月の26日月曜日お題がこちら。どっちを見るリサゲ大統領選挙。 ということとで見ていいいきたいと思いますこの2つどちらも明確に近づいてきた見えてきたっていうところがあると思うんですけども実は利下げって結構下落に注意しなきゃいけない側面もある一方で大統領選挙ってやっぱ上昇期待が持てるんですよね相反するあのまり傾向性があるなというふうに思いましてどっちを見るか、まあ、答えはないんですけどもどちらの傾向性っていうのをぜひ押さえておいていただきたいなというふうに思いましてこんなタイトルにさせていただきました今日も最後までお付き合いくださいということでこのチャンネルではこういった形で最新の状況を取り上げ 上げたででのテクニカル分析必ず毎朝時目標で更新をしております。なるべく耳で聞いてもわかるような形でなるべく分かりやすい言葉を使って解説を続けていきたいと思います毎日チャット分析チャンネルのチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたしますそれでは今日は月曜日ですので先週の振り返りから入っていきたいと思いますまず日経平均株価なんですが先週末日で0.79%の上昇です先週8%以上上がってましたからよく上がったなという感じはあるんですけども移動平均線と株価の位置関係特に変化はありません トピックスも0.23%続伸となりましたが、移動平均線との位置関係は特に変化なし、薄商きないの中で値を保ったっていう印象の方が強いですね。業種別の週間騰落率を見ていくと、小売りの強さは結構目立ってましたね。円高がこの中で結構進行していたので、 まあ、ニトリとかを中心によく上がったなという印象は持っております。一方で、金辺の工業とか、銀行、保険、まあ、バリュー系とかね、金融系とか、ちょっと弱かったかなという印象でございます。グロース250社、すごく強かったですね。5.16%で続進となり、13周度平均線も超えてきたという形です。ニューヨークダウンに関しましては1.27%、最高値年にかなり近いですよね。S&P500 も、もう本当に目前というところまで迫ってきた感じです。 ナスダックだけはまだもうちょっとありそうかなって感じはあるんですが、まあ元々の変動率が大きいので、ほぼほぼ位置関係としては同じ位置にあるんじゃないかなというふうには見ております。週間の S&P500 のヒートマップを見ると、緑の数の方が圧倒的に多いんですが、大幅上昇っていうのは結構少ないのかなという印象です。ラッセルは3.58%、アメリカでも小型株優位で動いていたっていう感じですかね。 金曜日終わった後の日経先物は64円のマイナスですやっぱりまあ円高の影響ありそうかなというふうには思っております原油が74.96ビクス15.86長期金利3.795ラセルソックスともに大幅上昇でも日経先物マイナスという感じですよね今朝の暗号資産前日比ですがマイナスのものが目立つかなといった印象でございますそれでは見ていきましょう利下げが見えてきた大統領選挙が近づいてきたどっちを見るか 正解はどっちも見るなんでしょうけどねしっかり見ていきたいと思いますまずは先ほどシュアシュアと見ていただきましたが星取り表を合わせてご覧ください感覚値ですが日本株よりも米国株の方が強かったアメリカ株が上がること日本株を支えていることは間違いないんですが円高が日本株を抑え,えているような印象を持ちました、まあ、その影響を受けない小型株グロス250指数であるとかまあアメリカも小型株が優位に動いていたなという印象はあります金曜日が終わった後の日経新聞を確認してみると ダウが反発した理由は FRB 議長の発言で利下げ期待高まるということですよね。これはジャクソンホール会議で利下げの時が来たという形で明言した形になりました。発表時刻の23時には株価も為替も金利も大きく動いていたという形になっています。今週の経済指標を見ますと 30日金曜日に PC で触れた物価の指標が出てくるんですが、まあ、今は物価よりもその次の雇用ですかね雇用統計かなり大事になってくると思いますこれはまあ来週になりますけどもねこれは重要ですとまた週半ばには n v i d i a の決算も出てくると思いますのでそこはご注意くださいで利下げが確実になったということで年内の利下げのペースがかなり予想が割れてるなという印象を持ってますまず9月 FOMC 時点で 巡航速度でいけば0.25%だと思うんですね。その確率76%ですが、0.5%利下げを予想する投資家24%いるという感じでございます。これが11月になると、結構予想が割れてきて、11月時点で1%予想する投資家もいるんですね。で12月になると、これもまあ少ないんですけど、1.5とかを予想している人もいるんですよ。1.5って3回合しかないので、 それぞれで0.5%利下げとか、そういう激しい予想をしている人もいるということになっています。 景気交代とかを織り込み始めているっていう部分もあるのかもしれませんね。そこはご注意いただきたいところです。で、利下げと株価の関係性っていうのをちょっと見ていたかったんですけど、まあ、この第一生命研究所の資料が一番参考になるかなというふうに思いました。このグラフに関しましては赤が S&P500、青が政策金利、そしてこの塗りつぶしが利上げ局面。利上げ局面って結構株価実は上がるんだよってことをですね、指しているんですよね。 一方で、景気交代域にやっぱり利下げしてる時に起こるよねっていうのも示していて、でもその時に株価の推移がなかったので、この二つをちょっと重ねたかったんですよね。で、重ねてちょっと見づらいんですけど、こんな感じになっていて、 やっぱ景気後退期が来るとまあ、利下げをする利下げをしている時って景気後退が来るまあ、だからかもしれませんが株価がやっぱ下げている時期が多いんですねだ傾向性として利下げ株価下落って結構重なることが多いのでアノマリー的にはやっぱ注意が必要だなという風には思っていますただそこも FRB の舵取り次第と言いますか予想しえないような混乱する出来事が起こった時にショック安って起こりますよね暴落ってそんなものだという風うに思いますのでそれを完全 に予測することはできないし今のところはソフトランディング期待の方が強いから株価が上がってるんだと思うんですけどそこはご注意いただきたいなとその意味でも金曜日の雇用統計とかは混乱の種になり得る部分経済が持たないかもしれないみたいな形で先月ねちょっと懸念された部分ありましたから今月分も注意して見ていきましょうということですであとまあ大統領選挙が近づいてきたということでこの記事結構参考になるなと思いました少し古い記事2020年の 9月に公開された財の記事なんですけども大統領選挙の直後や翌年にどう動くというアノマリを図ってくれているものでまず翌年に関しましてはかなり勝率が高いですよっていう風なデータを紹介してくれていましたでこれ古いので2016年トランプさんが当選した時のデータしかないんですけどじゃあ2020年のバイデンさんが当選した時どうでしたかっていうとこの年だったので年間で18% タがが上がってますだから更新すると過去12回で9勝3敗ですから、まあ、来年結構いい形になる可能性あるんだろうなというふうに思っていますあと面白いのが大統領前の60日間後の60日間の株価でどうでしたかっていうデータを出しているんですね60営業日前から投票日までは過去10回で5勝5敗ですから五分五分なんですねやっぱりまあここは 大統領選挙どうなるかなというところで様子見せるのが強いんですけどもこの投票日から60営業日後で見ると9勝1敗かなりの確率で株価は上がっているんですよねこれもちょっと前回のデータを重ねてみますと過去11回で6勝5敗ここは本当わずかなんですよ一応勝ちつけましたけどもほとんど動いていないという感じですね一方でその後グググと、 まあ実際にこの時っていうのは、なんかこうトランプさんが最後の最後までもがいていたっていう印象はあるんですけどね。まあでも株価としては好調で、あとはまあ時期的にもいい時期ではあるんですよね。 年末に向けてっていうのもあって、だから、まあかなり上がる確率、年末から、そして翌年にかけては高いんじゃないかなというふうなデータは見て取れますので、まあ、その辺はアメリカ株、ニューヨークダウンに関しましては、その傾向を見ておいてもいいと思っています、ただ、やっぱその一方で、利下げをする状況で景気後退が来たりとか、予想外のショック安みたいなものが起こる可能性もあるんだ、それを両方見ておかないと、これだから大丈夫だと、すごく怖いなというふうに思いますよね。 リスク管理はしししっかりしておきましょうで。あとはこれダウで見てるので日経平均株価でどうだったのっていうのを過去1回のデータに過ぎないんですが見ておきましょう日経平均株価2021年のデータはプラス4.91%なんですねですからダウ、まあの18%とかなり乖離があるので、まあ、日本とアメリカ株が全て連動するわけじゃないよね誰もが分かってると思うんですけども結果は異なるという点にはご注意ください ただ大統領選挙前の低迷と大統領選挙後の上昇っていうのは前回すごく明らかに出ているので、まあ、今年もここから先はこういう可能性の方がストーリーとしては高いんだろうなというふうには思います、まあ、足元で前年戻しとか高値更新とかっていうのはちょっと期待しづらい部分ではあるんですけども、まあ、11月以降っていうのはその可能性っていうのはちょっと高まるんじゃないかなっていうふうには思いますのでその傾向性もぜひ抑えた上でリスク管理投資戦略をしっかりとやっていきましょうということで今日の動画 とのまとめです最新トレンド全指数が上昇していて中でも小型株が相対的に強かったですよねジャクソンホール会議でパウエル議長が利下げについての明言をしたことによって金利低下株高の展開にアメリカ株はなりましたね年内利下げ1%前後というふうに言われていますが、まあ、どっかで0.5%利下げがあるんじゃないか結構激しい利下げ予想も、ね、含まれていましたよねでそれってもしかしたら景気後退来るっていうことを織り込んでるんじゃないかなっていうふうに ふうに仮説を持ったんですけども、過去の利下げ時を見てみると、やっぱ景気後退来てる時って株価もやっぱ下げちゃうことが多いし。食 クエアスとか暴落前回もそうでしたけどもやっぱ突然来るから暴落になるんですよねですから、まあ、ちゃんとリスク管理っていうのは重要だなというふうには思います大統領選挙のアノマリーを確認してみると翌年はねダウはかなり上げるアノマリーが確率的には高そうですね大統領選挙までは上値が重たいでも選挙後の上昇傾向っていうのもこれもまた確率かなり高かったですよね でも日本株が同じ割合で同じふうになるってことではないのでそこは為替とかいろいろ状況絡むと思いますので日本株は日本株の材料も含めて考えていく必要はありまた大統領選挙のアノマリーと利下げのアノマリーって逆を示しているのでどっちを見るかっていうのはリスク管理の重要性っていうのがすごく鍵を握るんじゃないかなというふうには思いますのでぜひ皆さんもどっちもねしっかりと見ていただければなというふうに思います。それでは指数のの戦略週足の一目金行表と、SI、を使って やってみていきたいと思いますはいでは日経平均株価からいきましょうこちらが週足の1問均衡表と下が週足の RSI ということになっておりますで、まず1問均衡表上では基準線転換線雲の上まあ、特に問題なく推移していて欲を言えば地高スパンが株価を超えてほしいというところ RSI は50を超えていますのでまあ、安定的には推移できているからこそ、まあ、下がらないでほしいサポートは聞いてほしいという形ですねいずれ高値に目立ってしてほしいなっていう感覚がまあ、今日のアノマリーとかを見ていて思うところです Yeah. トピックスもほぼ状況は一緒ですよね。ただ、地高スパンと株価がほぼ同じ位置にいるので、状況はトピックスの方が若干いいのかなといった感じです。RSA50 以上状況は良く、サポートさえ聞いていれば、ひとまず年末に向けては期待できるんじゃないかなというふうな印象を持っています。グロス250指数、先週5%以上上昇し、一目均衡表、週足チャートでの基準線も超えてきたんですね。まあ、状況としては改善しているという形になります。RSA50 までもうちょっと、50超えてくると雲に どれぐらい近づいてくるか雲を突破するかみたいな話になるし中足チャート上の直近高値この辺超えてくるとチャート上の見方もだいぶ変わってくるんですけどね。 どこまで続くでででししょょううかかねねダウ見ていいきましょうこれかなり高値に近いですよ、ねまあ、でもまだ過熱感があるわけでもないのでもうちょっとこう高値更新はねちょっと早めに見たいところかなというふうに個人的には思いますけどもねサンド P500 もそうですよね高値更新だけはしといてほしいそんなに冒頭するっていうのを期待してるわけではないんですけども大統領選挙前にやっぱ上昇トレンドであるっていうのは確認はしておきたいなっていうふうな感覚はありますでもししてしまうとあれさえが 週足ベースで70を超えてくるそうすると、まあ、ちょっと調整深くなる可能性もありますのでそこだけ注意してみていただければと思いますナスダックはまだ高値まで遠いので、まあ、状況でもすごくいいんですけどね特に1回もやっぱ崩れることなくこの大きな下落のときにも基準線割れはありましたけども1週間で取り戻してますからそんなにこう一時的なこういうことはよくあることだし問題なかったのかなというふうには感じますよね そしてラッセル2000、これ、冷やしチャートで見るとダブルトップを否定している形になっているので、ここもやっぱ高値を超えてくるとね、見方はまあ安定している状況なんだなというふうに思いますし、中小型株でこのチャートになっているっていうのは、非常に安心感を持ちますよね。その点からいきますと、今のところは利下げによる景気後退という懸念よりは、どちらかというと大統領選挙の上昇アノマリっていう方の確率の方が高そうかなというふうには見て取れますけどもね、さっきにも言ったように、やっぱり、 暴落というのはいきなり来たりするのでそこだけ注意はやっぱり必要だなというふうふには思います。はいということで今日はですね、まあ、大統領選挙と利下げとっていうそれぞれのアノマリを確認していただいて、まあ、利下げだから株価が下げるっていう必ずそうなるってわけでもないし大統領選挙だから必ず上げるってわけでもない中では傾向性はやっぱり大事にしておきたいで暴落は突然やってくるリスクがあるからリスク管理は、まあ、常にやる。 持っておかなければいけないまあ、そういうところを僕自身が感じることができたのでまあ、やっぱ調べてみて良かったなという風に思ってます皆さんの参考になっていれば嬉しいですでは今日もお知らせを入れさせてください個別銘柄をとことも分析するマガジンなんですが毎週金曜日を目安に更新をしておりまして先週はね日本記事を更新しておりますまあ、長期戦略どちらかというとマクロの分析とまあ、個別銘柄ミクロの分析ともに上げてますのでよかったらぜひチェックしておいてくださいねよろしくお願いしますまたもう一つお知らせを入れさせていただきたいんですが9月の14日の 土曜日午前10時からになりますが東京池袋にてリアルセミナー開催予定がございます参加費2000円となっておりますので概要欄にあります PTX の URL をぜひご覧になってみてくださいよろしくお願いしますそれでは今日こんな感じで終わっていきます今日の中でも何か参考になりましたらグッドマークボタンとまた明日以降もこのような形で朝7時目標頑張って更新していきますので明日も聴いていただける方はぜひ毎日チャット分析チャンネルチャンネル登録をぜひよろしくお願いしますそれではまた明日テクニカル分析でお会いしましょうさようなら